原価の安いダウンジャケットの見極め方もね、ご紹介していきたいなと思います。原価の安いダウンジャケットってこんな感じになってます。見てください。ペタペタバッてもうこうバーって戻ってくるんですよね。僕一番のおすすめは何かというと、はい、本日はですね、原価の安いダウンジャケットの見極め方もねご紹介していきたいなと思います。ということで、つい先日セレクトショップに行った時にね、セレクトショップのオリジナルダウン見たんですよ。これで3万もすんの？これで5万もすんの？みたいな原価の安いダウンジャケットっていうのがいっぱいあったんですよ。でそれってまあ普通に見ててあんま分からないんじゃないですか。でそれこそね、これパッて見てもらったら、例えばモンクレールとか、これナンガのホワイトレーベルとか、タトラスとか、ストーンアイランド、まあ、この辺全部15万オーバーみたいなダウンジャケットなんですよ。で唯一このナンガのホワイトレーベルオレンジだけ安くて10万ぐらいなんですけど、まあ、僕服いっぱい作ってるんですけど、一番原価高いのはおそらくこのナンガのホワイトレーベルです。モンクレールこれ26万しないのに、これよりもナンガのホワイトレーベルの高い？そうなんですよ、高いです。でなんでじゃあモンクレールの方が高いのってなってきたら、もちろん人件費とか家賃代、いいとこに家賃構えてるし、それ以外に関税代とかもちろんそんなかかってくるんですけど、一番原価高い、原価にこだわってるなっていうのはこのナンガのホワイトレーベルなんですね。でこれって売り値と全然違うじゃないですか。販売額26万と10万って 2.5 倍離れてるけど、こっちの原価高い。ほんなら僕ら消費者としてお買い得なんてこれですよねっていう話になってくるじゃないですか。ほんならじゃあ安いのはせめて見極めていこうよっていうところをね、皆さんと一緒にお話していきたいなと思います。ちなみにこういった原価の安いダウンジャケットってこんな感じになってます。見てください。ペタペタ、これでようダウンって言えたなっていうダウンなんだけど、ここまで露骨やったら分かりやすいですよ。ちなみにこれは去年出た、一昨年かな、出たユニクロとプラス J のコラボ、ホワイトマウンテリアニングじゃなくてなんかそんな感じのやつだったかな、ちょっと覚えてないけど、まあとにかくユニクロ系のやつです。これもひどかったんですよ。とにかくひどくて、こんなペタペタなんよう出したなっていう感じなんやけども、それはこれと比べるから分かるけど、これ単体では分からへんのちゃうのって言われる方もいらっしゃるんですけど、まあ、ご安心ください。今回この動画見たら分かります。で、まあ、そういうところね、見ていきたいなと思うんですけども、じゃあ特に僕が撲滅してるのは、これユニクロやから悪いわけじゃないですよ。今回おすすめでユニクロ出します。ただ一番おすすめできないのは、これ大きい声で言ったら後ろから狙われるかもしれないけど、セレクトショップのオリジナルダウンは絶対買うなっていうところは僕いつも言ってますけども、それぐらい原価めっちゃ安いんですよ。だからそれって買う方がいいんちゃうかなと思ったりするので、まず一つ目何かっていうと、ダウンの量ですね。ダウンの量っていうのが、いやいや分からんやんと、これ持っただけでダウンの量分かると。確かにこうやって比べたらこっちの方が重たい気するけど、それって生地代とか、あとはこういったボタンの備品のあれで重くなってるんちゃうかなっていうところもね、思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっと買い物行った時とかにダウンジャケットあったりしたら、こうやって触ってみてください。でこうずっと触ってきたら、今の時期っていろんなセレクトショップとかいろんなショップでダウン売ってますよね。パーツ触った時に、あれこれめっちゃ量入ってるって一瞬で分かります。こんなにもいいものと悪いものってこんな差あるんやと。だからユニクロ内でダウン触ってても同じ量しか入ってないけども、ユニクロでこれか、じゃあビームスいったらこれか、ほんならじゃあどっか何がいったらこれかみたいな感じで、こういろんなショップでこうやってバーってその日一日、例えば梅田とか行ったりしたらいろいろ回れるじゃないですか。ほんなら梅田とか行った時にね、東京やったらどこなんかちょっとわからんけども、パーッとまあルクア行ってね、ルクアイーレ行って、グランフロント行って、そこから阪急行ってみてください。ほんならいっぱい触れるから、その時に全然量ちゃうわっていうのをね、ここで体感していただけると思います。でその時にどうやるかというと、こうピュッて握りつぶすんですよ。でこの握りつぶして戻ってくる割合を見るんですね。でこれほぼ戻ってません。ペタって言ってるの聞こえます？こうやってこれもペタって言ったまま戻ってこないんですよ。これはもうどう見ても量が少ない。ただこういういいやつっていうのは、例えばここでペタってやってもパッてまた戻ってくるんですよ。あれこれちょっと時間かかるな、パッてやってもパーって戻ってくるんですね。でこれが戻ってくるってことは、そんだけダウンの膨らむ力が強いので、これはどう考えてもあったかい。この膨らんでる中に自分の体温を閉じ込めていってるんですよ。だから膨らみが少ないってことは体温逃げていってるので、膨らみが多い方がいいっていうところが分かりますので、ダウンの量、見ていきたいなと思います。でその時に、まあ、一番分かりやすいところって言ったら、触るのもいいんやけど、タグ見てもらってある程度いいの買いたいなと思ったら、このダウンフェザーっていう割合がここに書いてます。この場合はナンガのホワイトレーベルのやついいやつって言ってたから 95% ダウン、 5% がフェザーってなってます。ダウンっていうのは綿のやつで、フェザーっていうのは羽ね。でこの割合が最低でも91を選んでください。 90% 10% じゃないとダウンの質がいいとは言いません。なので 80% 20% とかやったらちょっと羽多いな、抜け毛多いなってなってくるし、あんま高くないなって、この膨らみがないからね、羽ばっかりになってくるから、どうかなっていうところで、まあそこ見ていただきたいなっていうところで、90対10以上の羽が増えてくると、ちょっとこれは原価安いなっていうところをね、見ていただければいいかなと思います。まあ原価安いとどうなるって言ったら、なんか抜け毛多かったりとか、あとは寒かったりするんで気をつけてほしいね。で次2つ目っていうのが、備品がチープ。
備品がチープでこれ違い分かるって話なんやけど、じゃあ見ていきたいなと思います。特にね今回ワークマンに多いんやけども、まあこれワークマンちゃうけど、ユニクロとかはねあるんやけど、こういうボタンとかってこうパチって止めるでしょ。でパチって止めてちゃんと噛むのはいいんやけど、これワークマンのやつ全然噛まんやつあるんですよ。だからそれって、まあ、圧倒的に備品が安いんですね。でこの備品って1個に例えば30円とか40円なんですよ。で大量に仕入れたらもっと安くなるんですよね。そこですら削ってるってことは相当原価安いんですよ。だからたったこの30円40円ケチんの、そうなんですよ。それをバーッともっと何千個何万個って買って30円を20円とかに減らしていくんですね。だからそれぐらいもう切り詰めるとこ切り詰めていって安くなってるので、じゃあこんなモンクレールとかいいの使ってんのっていうと、まあ例えばそれが30円のやつやったのが100円になってるとか、まあその程度の違いなんですけど、それでもえらい違いになっていくわけなんですよ。たった1個のボタンじゃなくて何個もボタンってあったりするので、それが壊れやすさとかになってきますし、あとファスナー1つにしても、まあ最低でも YKK 使ってようねっていう感じです。で YKK 使ってると基本的にあんまりクレームとかやっぱ YKK に行くので、 YKK 自身も修繕して噛みにくいようになってたりだとかしてますし、なんかファスナーに何も書いてないなっていうところなんかはちょっと要注意かなと思います。ただ YKK でもオーダーすれば自社ロゴにできるんですよ。なので全部が全部これ YKK って書いてないからあかんなってことじゃなくて、あなるほどこれに関しては例えばモンクレールとかも書いてないけど、あ自社ロゴに変えてるなっていうね、オーダーで変えてるってこともできるので、まあその辺をね見ていただければなと思いますが、どうやったら他は分かるっていうと、基本的にねこの裏っ側見たら分かります。裏っ側見たらねこれ YKK って書いてあるんですよ。この表のとこにはプラス J って書いてるから分からんやんってなってくるんやけど、いや裏っ側このファスナーのこの裏のここの金具見たら YKK って入ってるので、あこれ YKK やなっていうのもねすぐ分かったりしますので、それ備品系、まあ、ファスナーボタン以外にもマジックテープなんかもねすぐ劣化しやすくなるじゃないですか。マジックテープの値段も、やっぱり違いあります。で洋服特にダウンジャケットが一番壊れてくるのってよく使うやっぱファスナーでボタンベルクロ、やっぱこの辺りが壊れてくるので、生地の値段も相当差はあるんですけど、生地が破れるっていうのはあんまりないので、まあ、そういうところをね見ていただけたらなと。まあ最低 YKK 使ってようねとか、このベルクロってすごいチープやからなんかこれだいぶちょっと劣化せえへんとかっていうのもなって、例えばテープ一つにしてもこういうもじゃもじゃテープありますよね。もじゃもじゃテープじゃなくてボコボコテープ、ちょっとスポーツみたいなボコボコテープとかはボコボコテープの方がスタイリッシュに見えるけどもひっつきが弱いとかっていうのもあったりするんですよね。だからそういうちょっと細かいところにはなってくるんですけども、だいたい値段がある程度してくるところはもじゃもじゃにします。もじゃもじゃの方が接地面が多いので、でボコボコテープっていうのは隙間が空いてくるから接地面弱くなってピャンって剥がれてくるのでね、使ってるうちにこうペロ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 もうダメになっちゃうので、まあその辺もちょっと気をつけていただきたいなと。ちょっとマニアックに言うんですけどね。そしてまあそこまで見られへんっていう方は、じゃあどうしたらいいかって店員さんに聞いた時に、これ壊れた時って保証できるんですかって一言聞いてください。それだけで OK で、保証ないって言われたら、あそういう感じなんや、もう壊れたら終わりやし、壊れて保証できないってことは要は販売価格を相当抑えにかかってるから、もう原価も抑えるしかないじゃないですか。だからもう結構壊れやすくなってるってところなんで、あうちアフター保証してますよっていうのであれば、ある程度原価も高くしてるし販売にも高くしてるから、そういう保証までサービスができるようになってるっていうところなんで、まあ、アフター保証があるかどうか、ね、これ一言で変わりましたね、気をつけていただきたいなと思います。ほんまねこれ見てられた方は男性方多いんですけど、夫婦間もそうしてほしいですね。アフター保証ありますかなんて言ってね、結婚はしたんですけども、これってアフター保証ありですかって大体ないんですよ。思ってたのと違うっていうのがね大体夫婦の様子かな。付き合ってる時はあんなにすごいね高品質に見えて、まあ今低品質って話が変わるけども、高品質に見えてキラキラしてたんやけども、結婚した瞬間なんか横にゴロゴロしてね、スマホゴロゴロでね、ちょっとあれやってこれやってって言ってね、あれなんかちょっと劣化してきたんかな、ちょっとこれアフター保証やってくださいなんて言っても、うち受け付けてません、返品受け付けてません、それ離婚するんだったらこれとことん行くでって言われたりするので、気をつけていただきたいなということになっております。次がですね何なんかというと、これ見てもらったら分かりやすいですかね。例えばこういったダウンジャケットってダウンがしっかりパンパンパンってなってますよね。で安いダウンジャケット何かというと下に落ちてます。だからセレクトショップのダウンジャケット見てみてください。分かりやすいけども、こういう感じで下にダラーンとダウンが落ちてます。ダラーンと落ちてます。ダラーンと落ちてます。この理由は何かっていうと、ダウンの量が少ないからなんですよ。ダウンの量が多かったら下に行くのもそうやけど、上にもパンパンにこう入ってくるんやけど、量が少ないから全部下に落ちちゃうんですね。だからこんな下に落ちるってことは、この上の部分あったかいですかと、風バンバン当たってるけどあったかいんですかって言うと絶対あったかくないじゃないですか。だから、ダウンが下に落ちていかにもこうベチョンってなってるのって、こう見え方も正直悪いし、あったかくはないし、さらに言うとなんかこう着てても様ならないんですよ。ちょっとダサいというか、なんかこうペチャンってこう下に落ちていて、やっぱダウンジャケットってこうモコってして当然なんで、まあ確かにこれをね言い方変えたら、ダウンやのに細く見えるとかっていう適当な言
な言い方もできんねんけども、それやったらダウンじゃなくてよくないって話になってくるじゃないですか。別にダウンじゃなくても中にフリース着たらよくないって話になってくるんやけども、まあそういう風に、まあ、ダウンが下がってたらちょっと微妙だよねと、いやいやいやお前そんなこと適当に言うなよと、そんな悪いとこばっかり言うのは誰でもできない、それ大体やんだ3回そうですよね、お待たせいたしました。じゃあそれやったらどれを買った方がいいのかっていうところをね、値段別にちょっと言ってみたいなと思います。僕一番のおすすめは何かというと、まずはユニクロになってはいてるんですけども、値段別でまず行きたいので、1万円以下は何かというとワークマンになってます。ワークマンでしかもないでしょ逆に言うと。でもし島村とかアベイルっていうのもありやとは思うんですけど、僕はもう全くない。島村アベイルに行くともっと安いと思うので、原価がだからもう全く厳しいかなと。多分ダウンを使えないと思うんですよ、中綿とかになるんちゃうかなと思うので、もう1万円以下はワークマン一択になっちゃうから、もう選びようがない。で2万以下になってくると何っていうと、まあユニクロかなと思います。ここにもね実はユニクロあるんですけども、ユニクロはね今年から750フィルパーに、フィルパーを上げてきております。だからまあいいフィルパー、ノースエースとかよりもいいフィルパー使ってるので非常にいいんですけども、ただやっぱり量が少ないから落ちてきやすいです。なので750フィルパーってランクで言うたらすごいランクは高いんやけど、量が少ないよねと。フェラーリみたいなもんでね、すごい排気量あるけど乗れる人2人ですよねそんなん運ばれになってくるけど、アルファードってまあコスパはいいけど8人とか乗れるよねってなってきたら、便利さで言うとアルファードになってくるじゃないですか。でフェラーリとかってすごい速くてかっこいいんやけど2人しか乗られへんだったら、どうなんかな。せっかく750フィルパーもいいバター使ってくるけど量少なかったらそれってどうなんで、そうやったら600フィルパーでバターあった方がいいんちゃうって、量あった方がいいんちゃうと思ったりするんですけども、まあとにかく2万円以下で黙ってもうユニクロです。2万円以下で買おうと思ったら、他のよく分からへんブランドとかそのイオンモールとかに入ってる、ちょっとこれ言ったらおかしくなってくるかもしれんけども、そういうのじゃなくてユニクロに行った方が絶対いいです。もう品質が原価が圧倒的に高い。1万5000円で売ってるんだったらほんま1万円ぐらい原価してるんちゃうかなっていうぐらいのあれなんで、絶対買った方がいいと思います。で3万円以下やったら何するって言われたら、3万円以下ない。そんなの3万円以下でいいのはない。だからもうなし。で4万円以下は何にするって、4万円以下やったらヌプシ、もうそれしかない。でヌプシは消去法のヌプシです。はっきり言って微妙やけど、入れるんやったらヌプシかなっていうぐらいの感じ。ヌプシもこの年ぐらいまではまだ結構綿の量多かったんですけども、まあ、もう減ってきてるんで、まあ、正直僕は個人的にはあんまりおすすめしてない部類にはなります。2020年までのものやったらちょっと量は多かったんですけど、毎年やっぱ原価の調整でやっぱ減らすしかないので、値段を上げるか、それとも値段をそのままして量を減らすかっていう、原価を抑えるか、どっちかしか利益率上げれないんで、まあちょっと、まあ、僕個人的には出すんやったらヌプシやけど、別にこれはいかん方がいいんちゃうっていう感じで、5万円以下やったら何って言われると、もう一つしかなくて、ナンガ、こちらですね。ナンガやったらいいんちゃうかなと思うんですけども、ただナンガも今年からオーバーサイズになってるんですよ。だからオーバーサイズになって綿の量が増えたんかどうかっていうのはちょっとまだ僕も見てないので、今何とも正直言えません。去年までのモデルであるんやったら、まあ5万円以下やったらもうナンガ一択でしょって言うけども、まあ今年に関しては5万円以下やったらまあユニクロちゃうかなっていうところでね、結局はユニクロなんですよ。でユニクロも全部じゃないですよ。こんなん言ったらダメですよ。こんなんって言ったら言い方悪いんだけど、言ったらダメですよ。みんな YouTuber とかインフルエンサー適当なこと言いますよ。だって作ったことないから分からへんじゃないですか。だからこれディティールがいいですよねとか、こういう決めありますよねとかって言うけども、じゃあこの裏のポケットの生地、裏生地ってこれなんぼするんですか。じゃあこれ表の生地といくらの値段の差があるんですか。それはもちろん表の方が高いですよね。知りませんでした。そんなこと言ったらダメなんですよ。だからユニクロはね、圧倒的にノースエースのヌプシよりも原価は高いと思います。なので、ユニクロの方がいいと思いますので、非常に優れてるんじゃないかなと思いますけども、横からね嫁が確認しておりますけども、早くしろということなんで、ちょっとそろそろエンディングに行きたいなと思います。でいいダウンジャケットとか、ほんまにおすすめのダウンジャケットってなってきたら5万円じゃ買えないんですよ。だからどうしても値段がしてくる。例えば車もそうじゃないですか。100万円以下でいい車教えてって言われたって、もう やりようないじゃないですか。教えようないから、せめてじゃあ、300は出してくださいとか、せめて400は出してくださいっていうのと一緒で、ダウンジャケットも5万円以下で言ってってもう今ないんですよ。だからせめて10万円以下、せめて8万円以下って言われたら選択肢が何個か出てくるんですけど、今の段階で5万円以下って言われたらもうユニクロ一択になってくるんじゃないかなと。原価の観点から言って、僕ら消費者にとってお買い得って言われたらね、もうそこになってきて、あとはもう見てても、あちょっと、寒そうやなとか、あちょっと、チープな安っぽいのを着てはるなっていう風に見えちゃうので、その辺はね気をつけていただけたらなということで、1つ目、まあ、ダウンの量ペタペタしてないか、じゃあタグ見て確認してください。2つ目、備品、これ YKK ひっくり返したら分かるし、もし分からへんって方は店員さんにこれアフターフォローありますかって聞いて、ないって言われたらやめた方がいい。で3つ目っていうのが何かというと、ダウンがパンって下がってる。でいいダウンジャケットって、これ3年も4年も前のダウンジャケットだけどパンパンなんですよ。で
でもこれ見てください、1年2年でもうダウン落ちてるんですよ。だからもう使い捨てです。だからそういうのはちょっとどうかなっていうことで、この3つをね皆さん気をつけてください。で5万円以下で何がおすすめなんか、もうユニクロしかないっていうことになってますので、ユニクロも長く着れるもんではないです。あくまでちょっとつなぎとして着るのは全然ありえないけども、長くはちょっと着れないんちゃうかなと思いますので、ほんまにいいダウンジャケットになってきたら、先見たみたいに10万とか、8万とかしてくるんですけど、まあ、それはそれでまた別動画作りたいなと思うんですけども、こういうのに騙されないようにね、してほしいなと思います。もちろん安くていいとこはこうやってユニクロみたいにあるけど、ユニクロは全部じゃないので、全部がいいとは思ってませんので、その辺も気をつけてほしいなということで、本日は、ね、原価の安いダウンジャケットを見極める方法ということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。